孤独の発明は1982年に出版されたポール・オースターの回想録である。3週間前に死去した父親、サミュエル・オースターの過去を追い求めて、主人公はニュージャージー州の実家に帰り、そこで写真のアルバムを開いた。彼の生前の生活習慣や父親がユダヤ人であることを理由に仕事を解雇されたという話を思い出した。 1911年ウィスコンシン州家納舎で、オースターの祖父の謎の死を、警察は疑問視し、主人公の祖母を逮捕して、裁判にかけるが、無罪となる。しかしこのことをめぐって、親戚と対立してしまった。1979年クリスマスイブのニューヨークで、主人公 A は、旧約聖書のヨナとピノキオが類似していることに気がついて、試策を始めた。A は、過去に、 パリやアムステルダム、ロンドンを旅行したことを思い出した。アムステルダムでは、アンネ・フランクが住んでいたアパートに向かい、そこで、デカルトが暮らしていた部屋を眺めた。A は、祖父の家で、メジャーリーグの中継を見たことや、ピノキオのコローディ版とディズニー版とを見比べてその、違いを指摘している。言語、記憶、虚無、死について、ポール・オースター自身の見解が述べられる。ありがとうございます。